カッパ寿司の運営会社の前社長がライバル企業の浜寿司から営業秘密を持ち出した罪に問われている裁判で、東京地裁は前社長に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。カッパ寿司を運営するカッパクリエイト前社長の田辺浩輝被告は、転職前に勤務していた会社の子会社である浜寿司の営業秘密を持ち出した罪に問われていました。 判決で東京地裁は、転職先での事故の地位や評価を得たいという利欲的な動機で釈料すべき点はないとして、懲役3年、執行猶予4年、罰金200万円の判決を言い渡しました。判決後、田辺被告は、判決は真摯に受け止め、信頼の回復に努めてまいりますとコメントしました。